が EU 離脱で支払う金額 この時間、三橋さんにイギリスの EU 離脱問題についてお話しいただきます。えー、イギリスメイ首相が EU から離脱、これをいよいよ、ね、えー、ね今日ですね、はいえー、発表するということですよね。で、この離脱する場合ですね、イギリスが EU から支払わなければいけない金額、これが日本円にして、えー、およこれがですね、500億ポンドって言いますから、6兆9500億円程度になると、ヨーロッパ委員会のユンケル委員長が示し こういういニュースがありました、まあ、これ、すごい金額なんですね、まあ7兆円ぐらい、ね、そうです大統領選7兆、EU から離脱するときというのは、お金を払わなきゃいけないもんなんです、ね、まあこれはね、欧州連合のユンケル委員長が、はい、まあ24日ね、今月の24日に BBC のインタビューで答えたんですけれども、えー、も言い方が非常に含みがあって、はい、離脱を理由にイギリスを罰するつもりはないが その他の加盟国が通じることは防がなくてはならないと。はい。で、イギリスのコミットメント。ま、イギリスへの、ま、要は金額ね。支払わなくちゃいけない金額を、科学的に計算する。科学的の中身がよくわかんないんだけど、とりあえず、ユンケル・ンチはこう言ってるのね。科学的に計算すると、ま、7兆円前後は払わなくてはいけないじゃないかと。いうような話なんですよね。おこれ、医者料みたいなもんなんですかね。でもね、これすげえ、とかすごく変なんですよ。はあ。 なんでかというと、えー、イギリスにとって、はい、欧州連合は常に歳出長だったんです。えー、赤字だったんです。イギリスからしてみると、EU と対すると、それ、e、はマイナスだったそうでしょんですう EU に加盟している限り、加盟のその金額払わなくちゃいけないんですよね。はい はい。で、その分の見返りは今までなかったんですよね。なかったから問題だったんですよ、はい。あ、だから不満も。不満も蓄積してったわけです。ね。例えば一番わかりやすいのが、まあ、農業予算とかね。はい。で、イギリスは農業予算、イギリスの農業予算用、あの、EU のね、EU の農業政策用の資金はお金は負担してるんだけども。はい。イギリスから払ってます。はい、払ってます。ところが、その逆がないんですよね。EU の農業予算はイギリスにつかないんで、赤字なんですよ。はい。まあ、そういうのが山ほどありまして、それでいろいろ不満、これ、これね、なんかすごく EU の前の EC の時代からずっと問題だったんですよ。はい、それでね、その EU 利から離脱しますってなって、えー、で、科学的に計算されるコミットメントとか、まあ、EU ケル委員長言っ,言ってて、その科学的な中身わかんないんだけど、はい、7兆円払えとか言わ,言われたら、これもう、なんか EU への反発をね、拡大するだけですよ、明らかに。か例えば日本で言うと、日本で言うとわかりやすい日本って国際、えーえー、連合とか、はい、国連とか、えー、ユネスコに対して莫大な、その、負担もしてるわけですよ。はい で、離脱しますって言ったら、じゃあ金払えって言われるような問題で、うん、おかしいでしょ、絶対これ、えー。ええ。それと同じなんですよ、今。まあ、ただ、ユンケル委員長の狙いというのは、次の国が出てきて、そのとりでしょ。ないってことなんですねあの、実際問題として、イギリスが7つを払うなんてバカな話はですね、すぐ消えると思うんですよはーはー。はは消えるんだろうけども、そういうふうに脅さないと、他の EU 加盟国のね、国民たちが自分たちも出たいと。なんだなんだ、イギリスは簡単に出てたじゃないかと。はい。じゃあ、我々もってことを、そっちの方が問題だと思うんですよ。問題視してるとしか思えない。は止めをかけたいと。 いうこと大体ですからね、そういう、こういう政治家がね、科学的なコミットメント、科学的な計算とか言ったときは、大体科学的じゃない。全部政治的に決めてんだろって話です。あそうか。科学的イコール政治的と考えた方がいい。そうじゃなかった科学的なんてわざわざつけないでしょ、と。はい。さて、その EU に加盟している国というと、フランスですよね。フランス来月大統領選の第1回の投票行われます。もう1ヶ月切ったということなんですが、この変化いかがでしょうかうん。あの、相変わらずですね、そのマクロン、元経済大臣、 が強いよって、えー、で勝つだろう。 って言われてるんですけどね。はい、なんかヒアリクラニックリンと思い出しちゃったあ<ー> <laughs> まあ、それはいいの。それは結果だから予想する気はないんだけども、はい、面白いのが、マクロン経済大臣、元経済大臣とか、はい、国民先生のルペン投あのもう一人いらっしゃったんだけど、3,、えー、3名がですね、徴兵制復活を言ってるんですよ。<ー>フランスにおいて。えー、で、あの、ヨーロッパではですね、徴兵制というのは20世紀末にはなくなったんですよ。なぜかというと、あの、まあ、軍事行動自体が、その労働集約的な話じゃなくなって、科学的、専門的、技術的になってたんですよね。えー、みんな専門家集団、 で戦うってことになったんで、徴兵された兵士が貢献できる場所ってあまりなくなってきたんだけども、でもね。フランスは今国内の治安維持は別だろう。という考え方になってるようですこれは労働集約的ですよね。はい、まだなんかドローンで国内治安とかね。やるわけにはいかないんで。だから、あの今そのまあ移民問題に端を走ってテロテロがま増えてますとはい あの、様々な自由が制限されてます、すでにフランス人は。ええ、集会の禁止とかそういうのがあるわけですね。ええ、プラス、徴兵制っていうような話まで出てきちゃってるわけですよね。ああ。どうでしょう、徴兵制を導入する国ってじゃあ、これから増えてくる実はね、すでにスウェーデンとか、ええ、バルト三国とかは復活してます。はい、これはまあ、あの、国内のテロ問題っていうより、まあ、対ロシアですね。はい。はい。ええ。ということなので、んなんか、 世の中が、なんか、なんつうんだろうな。まあ、これ、いい悪いは別にして、テープが逆回転してってるような風に見えますね。本来、グローバリズムっていうのを貫いてったら、世界はフラットになりますと。ずっと平和ですと。みんな、あの、一定のルールの下で自由に競争しましょう。ハッピーエンドって話だったんだけど、結局無理だったんだなって。そう金額ね。支払わなくちゃいけない金額を、科学的に計算。科学的の中身がよくわかんないんだけど、とりあえず、ユンケルンチはこう言ってるのね。科学的に計算すると、7兆円前後は払わなくちゃいけない。 じゃないかというような話なんこれ、慰謝料みたいなもんなんですもね、これすげえ、とかすごく変なんですよ、なんでかというと、イギリスにとって、欧州連合は常に歳出超だったんです、赤字だったんですイギリスからしてみると、EU に加盟している限り、加盟のその金額払わなくちゃいけないんですよ はい。で、その分の未開は今までなかったんですよね。なかったから問題だったんですよ、はい。あ、だから不満も。不満も蓄積してたわけです。ね。例えば一番わかりやすいのが、まあ、農業予算とかね。はい。で、イギリスは農業予算、イギリスの農業予算用、あの、EU のね、EU の農業政策用の資金はお金は負担してるんだけども。はい、あ、イギリスから払ってます。はい、払ってます。ところが、その逆がないんですよね。EU の農業予算はイギリスにつかないんで、赤字なんですよ。はい。まあ、そういうのが山ほどありまして、それでいろいろ不満、これ、これね、なんかすごく 僕、e、EU の前の EC の時代からずっと問題だったんですよ。はい、それでね、その EU から離脱しますってなって、ええ、で、科学的に計算されるコミットメントとか、まあイヌケルイ言っ、EU 系の委員長言ってて、その科学的の中身分かんないんだけど、はい、7兆円払えとか言われたら、これもう、なんか EU への反発をね、拡大するだけですよ、明らかに。えー、例えば日本で言うと、日本で言うと分かりやすいの日本って国際連合とか、はい、国連とか、ええ、ユネスコに対して莫大な、その、負担もしてるわけですよ。はい で、離脱しますって言ったら、じゃあ金払えって言われるような問題で、うん、おかしいでしょ、絶対これ、えー。<laughs> それと同じなんですよ。まあ、ただ、ユンケル委員長の狙いというのは、次の国が出てきても、そのとないってことなんですね,のでねあの、実際問題として、イギリスが7つ払うなんてバカな話はですね、すぐ消えると思うんですよ。はーはー消えるんだろうけども、えー、そういうふうに脅さないと、他の EU 加盟国のね、はい、国民たちが自分たちも出たいと。なんだなんだ、イギリスは簡単に出てたじゃないかと。はい、じゃあ、我々もってことを、そっちの方が問題だと思うんですよ。どうし問題視してるとしか思えない。歯止めをかけたいと。 いうこと。大体ですからね、そういう、こういう政治家がね、科学的なコミットメント、科学的な計算とか言ったときは、大体科学的じゃない。全部政治的に決めてんだろうって話です。ああ、そうか。科学的イコール政治的と考えた方がいいってことそうじゃなかったら、科学的なんてわざわざつけないでしょ、と。はい。さて、その EU に加盟している国というと、フランスですよね。フランス来月大統領選の第1回の投票行われます。もう1ヶ月切ったということなんですが、この変化いかがでしょうか。うん。あの、相変わらずですね、そのマクロン、元経済大臣が、 強いよって。 で、で、勝つだろうって言われてるんですけどね。なんかヒアリクラニック・リントを思い出しちゃったまあ、それはいいの。それは結果だけら予想する気はないんだけども、面白いのが、マクロン経済大臣、元経済大臣とか、国民先生のルペン当初、あのもう一人いらっしゃったんだけど、3、名がですね、徴兵制復活を言ってるんですよ。フランスにおいて。で、あの、ヨーロッパではですね、徴兵制っていうのは27世紀末にはなくなったんですよ。なぜかというと、あの、ま、軍事行動自体が、その、ロこれすごい金額なんですよま、7兆円ぐらいね、大体。 EU から離脱するときというのは、お金を払わなきゃいけないもんなんですね。まあこれはね、欧州連合のユンケル委員長が、十四、はい、日ね、今月の24日に BBC のインタビューで答えたんですけれども、えー、まあ言い方が非常に含みがあって、はい、離脱を理由にイギリスを罰するつもりはないが。はい その他の加盟国が通じることは防がなくてゃならないと。はい。で、イギリスのコミットメント。まあ、イギリスへの、まあ、要は金額ね。はい、支払わなくゃいけない金額を、科学的に計算する。はい、科学的の中身がよくわかんないんだけど、<ぁ>まあ、とりあえず、ユンケル・ユンチャーはこう言ってるのね。<ぇ>科学的に計算すると、<ぁ>ま、7兆円前後は払わなくてはいけないんじゃないかと。ええ<ぇ>。いうような話なんですよね。おー これ、医者料みたいなもんなんですかね、うん、でもね、えー、これすげえ、というかすごく変なんですよ。<ー>なんでかというと、えー、イギリスにとって、はい、欧州連合は常に歳出超だったんです。はい、赤字だったんです。イギリスからしてみると、EU と対すると、e、イギリスマイナスだそうです。EU に加盟している限り、えー、加盟のその金額払わなくちゃいけないんですよね。はい。 はい。で、その分の未開は今までなかったんですよね。なかったから問題だったんですよ。はい。あ、だから不満も。不満も蓄積してったわけです。ね。例えば一番わかりやすいのが、まあ農業予算とかね。はい。で、イギリスは農業予算、イギリスの農業予算用、あの EU のね、EU の農業政策用の資金はお金は負担してるんだけども。はい、あ、イギリスから払ってます。はい、ところが、その逆がないんですよね。EU の農業予算はイギリスにつかないんで、赤字なんですよ。はい。まあそういうのが山ほどありまして、それでいろいろ不満、これ、これね、なんかすごく 僕、e、EU の前の EC の時代からずっと問題だったんですよ。はい、それでね、その EU から離脱しますってなって、ええ、で、科学的に計算されるコミットメントとか、もう EU 系の委員長言ってて、その科学的の中身分かんないんだけど、はい、7兆円払えとか言わ,言われたら、これもう、なんか EU への反発をね、拡大するだけですよ、明らかに。えー、例えば日本で言うと、日本で言うと分かりやすいの日本って国際、はい、連合とか、はい、国連とか、えー、ユネスコに対して莫大な、その、負担もしてるわけですよ。はい で、離脱しますって言ったら、うん、じゃあ金払えって言われるようなもんだって。<ー>おかしいでしょ、えー、絶対これ。えー、それと同じなんですよ。 まあ、ただ、ユンケル委員長の狙いというのは、次の国が出てきてしないことなその通りです。いってことなんですね。あの、実際問題として、イギリスが7つを払わなんて、バカな話はですね、すぐ消えると思うんですよ。消えるんだろうけども、そういうふうに脅さないと、他の EU 加盟国のね、国民たちが自分たちも出たいと、なんだなんだ、イギリスは簡単に出れたじゃないかと。じゃあ、我々もってことを、そっちの方が問題だと思うんですよ。どう問題視してるとしか思えない。歯止めをかけたいということ大体ですからね、そういう、こういう政治家がね、科学的なコミットメント、科学的な計算とか 言った時は大体科学的じゃない、えー、あーー全部政治的に決めてんだろうって話ですあそうか、科学的イコール政治的と考えた方がいいってことす、ね、そうじゃ、うん、なかったら、科学的なんてわざわざつけないでしょうん、はい。うん、さて、その EU に加盟している国というと、フランスですよね、はい、フランス、来月大統領選の第1回の投票を行われます、もう1か月切ったということなんですが、この変化、いかかがでしょうか、うん、あの相変わらずですね、えー。